待ちきれなかったナンバーアンダーライン愛ダウンロード開始0時。ファンが歓喜と興奮を爆発させた夜。平野紫の新ビジュアル公開でファン騒然。かっこよすぎて無理、ビジュ爆発の声多数。9月23日という日が、数多くのファンにとって特別な意味を持つ日となりました。この日は、ナンバーアンダーライン愛のダウンロードキャンペーンがスタートするだけではなく、 ファンとアーティストとの絆がさらに深まる瞬間でもあります。ファンたちは、まるで恋人の帰りを待つような感覚でこの日を心待ちにしていました。数日前から SNS やメッセージで、楽しみにしている、早く聞きたい、もう待てない、といった声が飛び交い、期待感がどんどん高まっていくのが感じられました。そして、0時を迎えた瞬間、その感情は一気に爆発しました。神宮寺勇太がプロデュースしたリード曲、 INZM に対する期待感はとても高かったです。神宮寺はこれまでにもファンに寄り添った楽曲制作を行い、その感性と丁寧さが多くの人に愛されてきました。今回のリード曲も、その期待を裏切ることなく、音楽の質感や歌詞の細部にまで神宮寺の思いが込められていることが伝わってきます。特に、この楽曲が彼の進化を象徴するものであることは、多くのファンが共感するところでしょう。 INZM は、彼が過去に手掛けた作品の延長線上にありながらも、さらに進化した音楽体験を提供しています。しかし、神宮寺のリード曲だけでなく、他のメンバーのソロ曲も大きな注目を集めています。特に、岸優太のソロ曲は、そのプロデュース力に多くの期待が寄せられていました。岸はこれまでも自らのアーティスト性を活かして、感情豊かなパフォーマンスを提供してきた人物です。 彼のソロ曲がどのようなストーリーを描き出すのか、ファンは興味津々で待っていました。そして、23日を迎えた瞬間、ファンはまるでその物語に引き込まれるように音楽に没頭していったのです。このキャンペーンの中で、ダウンロード開始後、すぐにファンたちはお気に入りの曲を手に入れ、SNS 上でその感想を共有し始めました。例えば、平野翔の写真が新たに公開されたとき、 彼のビジュアルの素晴らしさに感嘆する声があふれました。かっこよすぎる、これ以上ビヨンできなかった、といったリアクションは、彼に対する絶大な支持を表しています。これらの反応は、単に彼の外見に対する賛辞にとどまらず、彼がファンにとってどれほど重要な存在であるかを物語っています。また、このキャンペーンでは音楽だけでなく、グッズもファンたちの間で大きな話題となりました。特に ビアボールグラスやマドラーがセットになったアイテムは、多くのファンにとって、かわいいと評され、家でのリラックスタイムをより楽しくしてくれる存在となっています。これらのアイテムは、日常生活にアーティストとのつながりを感じさせる小さなアクセントとなっており、その存在感は決して軽視できません。ファンたちの間では、AmazonMusic や Spotify といったプラットフォームで楽曲をダウンロードする動きが活発化し、リリース日の前夜には、 すでにその準備を整えていたファンも多くいました。あるファンは、23日、旦那が受け取らないようにコンビニ受け取りに変更したというエピソードを語り、まるで重要なイベントに向けた準備のように、この日を待ち望んでいたことが伝わります。このような一人一人のストーリーが重なり合い、キャンペーンは単なる音楽のリリースを超えて、ファンコミュニティ全体の一大イベントとなったのです。さらに興味深いのは、 このようなキャンペーンや新曲のリリースが、ファンたちのライフスタイルにも影響を与えている点です。例えば、あるファンはポーチ集めを趣味としていることを明かし、今回のグッズに対しても、おにぎり用のポーチとか実用的だし、お泊まりの時に重宝しそうとコメントしています。これは、アーティストの影響力が音楽の枠を超え、ファンの日常生活や趣味にまで浸透していることを示しています。彼らにとって、 アーティストとのつながりは一時的なものではなく、日々の生活に寄り添うものとなっているのです。もちろん、このキャンペーンの成功には、SNS やオンラインプラットフォームの力が大きく寄与しています。ファンたちは、リアルタイムで感想や反応を共有し合い、その一体感がさらに盛り上がりを見せました。特にツイッターでは、ハッシュタグナンバーアンダーライン1や、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛といったハッシュタグが飛び交い、 多くのファンがそれぞれの感情や体験を言葉にして共有していました。このような SNS 上での交流は、ファン同士の絆を深め、アーティストとのつながりをさらに強固なものにしています。また、このようなファンの熱狂的なサポートは、アーティストにとっても大きな励みとなっていることでしょう。彼らは、自分たちの音楽がどれほど多くの人に影響を与え、感動をもたらしているかを実感し、 それが次の創作活動へのエネルギーとなっているはずです。音楽という表現手段を通じて、ファンとの間に生まれるこの双方向のコミュニケーションは、アーティストにとっても非常に貴重なものです。一方で、ファンにとっても、このようなキャンペーンはただ音楽を楽しむだけではなく、アーティストとのつながりを実感する機会でもあります。ダウンロードキャンペーンや限定グッズは、ファンが直接的にアーティストの世界に参加する手段となり、 そののの参加感が彼らにととっての喜びとなるのです。特に今回のキャンペーンでは、音楽だけでなくビジュアルやグッズ、さらには SNS 上でのやり取りを通じて、ファンとアーティストの距離がさらに近づいたことが感じられました。また、音楽そのものに対する反応も非常に多様であり、各ファンがそれぞれの視点から楽曲を楽しんでいるのがわかります。例えば、歌詞の一分一句、音一つずつ全部彼らの思いが込められている。 といった感想が寄せられる中でファンは単に音楽を聴くだけでなくその背後にあるアーティストの思いやストーリーに深く共感していることが伝わってきますこのような音楽体験は単なるエンターテインメントを超え感情的なつながりを生む重要な要素となっていますそして今回のリリースが特別なものである理由の一つにはそれぞれのソロ曲に込められたテーマ性やメッセージ性もありますリリースされた楽曲の中には ポップなラブソングや感情豊かなバラードが含まれており、これらの曲は、ファンにとって日常の中で繰り返し聞きたいと感じさせる魅力があります。特にラブソングについては、甘い束縛を受けている感じがする、という感想があり、アーティストとファンの間にある特別な絆が表現されています。このように、23日の n o ア I ダウンロードキャンペーンは、単なる音楽のリリースにとどまらず、 ファンとアーティストの関係をより深め、彼らのコミュニティ全体を活性化させる大きなイベントとなりました。ファンたちはそれぞれの方法でこの日を楽しみ、その喜びや感動を共有し合いました。そして、キャンペーンが進むにつれて、さらに多くのファンがこのキャンペーンに参加し、感動の波が広がり続けました。ファン同士の絆はさらに強くなり、アーティストとのつながりが深まった瞬間を、 彼らは一生の思い出として心に刻むことになるでしょう。特に、SNS を通じた交流やリアルタイムでの反応の共有は、この現代ならではのファンダム文化の一部であり、それがどれほどの力を持っているかが改めて実感されました。ファンたちは、自分たちがアーティストに何かを、与えることができる瞬間を大切にしています。音楽をダウンロードする行為、グッズを購入すること、SNS で応援メッセージを送ること、 そしてライイブやイベントに参加することこれらすべてがアーティストとのつながりを強く感じさせる行為なのです。そしてアーティストもその思いに応えるかのように新しい楽曲やパフォーマンスを通じてファンに感謝の気持ちを伝え続けています。ファンとアーティストの間には言葉では表現しきれないほどの深い絆がありそれが今回のナンンバーーアダラインアイキャンペーンを通じて再確認されたのです。 興味深いことに、このような音楽キャンペーンの背景には、ファンたちの個々の物語が隠れています。例えば、あるファンは自分の趣味としてポーチ集めをしていることを偶然にも神宮寺勇太と共有しており、そのことで彼に対する親近感がさらに増したというエピソードがありました。また、別のファンは、平野翔の写真を見て、かっこよすぎて言葉を失ったという感情を表現し、 その瞬間が自分の日常のストレスを一時的に吹き飛ばしてくれると語っています。これらの小さなエピソードは、アーティストがただのアイドルやエンターテイナー以上の存在であり、ファンの日常生活においても特別な役割を果たしていることを示しています。また、このキャンペーンを通じて、音楽の力がどれほど人々の心に響くかを再認識させられる瞬間もありました。岸優太が自身のソロ曲を通じて届けたメッセージは、 ファンたちに深い感銘を与え、その歌詞やメロディーに込められた彼の思いが、リスナーに直接伝わったことが伺えます。彼の音楽が、過去から現在に至るまで進化を続けていることを、ファンは実感し、そこに新たな感動を生み出しました。ファンたちは音楽を通じて、アーティストの内面や成長を感じ取ることができる特別な経験をしているのです。特に、ラップは自分たちの思いを乗せる、という言葉は、 ファンたちにとって非常に共感できる部分であり、アーティストが自分たちの感情を音楽という形で表現していることを理解しています。そのため、ファンたちはただ楽曲を聴くだけでなく、歌詞の一つ一つ、音の一つ一つに込められた意味や感情を読み取り、アーティストの思いとシンクロする瞬間を大切にしているのです。このような深い音楽体験を経て、ファンたちは、応援する、 といいう行為そのものもにに対すする情熱がさらに高ままっていきます音楽やビジュアルだけではなくアーティストの背後にあるストーリーやメッセージに共感し彼らの進化を共に祝うことでより強いコミュニティが形成されていくのです。そしてこれからもナンバーアンダーライン愛のようなキャンペーンが繰り返されるたびにその絆はさらに強くそして深くなっていくでしょう。